こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、はい、キラメイジャーの赤いスポーツカーマシンです。はい、ちょっとまだ謎に包まれてますけどもね。まあ、前回こちらマシン合体キラメイジンセット、ご紹介しましたけども、この赤いスポーツカーマシンは形がこのマシンマハとそっくりなんですね。まあリカラーバージョンということだと思いますけども、今公開中のスーパー戦隊ムービーパーティーの、キラメイジャーのねパートの最後ら辺にこれなんか出てきたような気がしたんですけども、まあ説明はなくね、ただこうブーンで走ってくるだけのカットだったなと思うんですけども、まあこれは1話か何かで出てくるんですかね。はい、ちょっとこちら気になりますけども、まああのねキラメイジンと、ランドメイジの顔がねマシンマッハには入っているので、こちら赤いスポーツカーマシンはどのような顔になっているのかっていうのがね気になるところですけども、はい、このようにキラメイストーン状態で入っております。はい、まあ、特にねこのまあ説明書には変形の仕方ぐらいだけですね。はい、まあマシンマッハと同じようにこのように展開して、はい、こちら赤いスポーツカーマシンです。はい、ちょっと比べてみましょうかね。はい、全く形同じですね。でキラメイシールもね入ってます。はい、でまあ合体するところは多分このね、マシンマッハが合体するところにできるんでしょうね。それではこの顔のところを見ていきたいと思います。で、まあ、ランドメイジの時の顔は普通にここを開くだけなんですけども、さてちょっとねアップで見ていきたいと思います。それでは、はい、顔が出ます。おお、なんか違いますねはい、並べてみると、はい、このように、まあ、形は全く一緒ですね。でカラーリングがね、ここは赤いんですけど、この頭の上から口のところまで全部金色ですね。結構ラメが入っているような金色で、そしてサイドのところはちょっと茶色がかった赤ですね。はい、これはかっこいいですね。そして、キラメイジンになった時の顔がこちら。はい、あ、これもかっこいいですね。はい、こちらもねこの上から下まで金色で、サイドはちょっと茶色がかった赤ですね。まあ、キラメイジンはねこの角の部分が5色になっているのでね、5体合体っていうのがわかるんですけども、まあ、この赤いスポーツカーマシンは、まあ、5体合体を想定していないようなね顔になってますので、若干こう悪い感じのねところも見受けられますけども、はい、まあこれでもね、まあ別のかっこよさがありますね。はい、ということで今回はマシン戦隊キラメイジャーの赤いスポーツカーマシンをご紹介しました。はい、このキラメイジンはちょっとねもう全体的に赤が多くなりますので、通常のねこちらのキラメイジンとはかなり趣が違う感じになりますけども、ここでさらにこのねスカイメイジを外してランドメイジの状態にするとね、この違う色がこのイエローだけになって、さらに赤みが増してね、このレッドだけのマシンみたいな感じになりますけども、あ、ランドメイジの時はこのような顔ですね。はい、こちらもかっこいいですね。はい、これにするともうねレッドだけのロボのようなね感じがしますがはい、ちょっとまだねこの謎に満ちたこのマシンなんでね、
まあ、映画の中で最後にちょろっと登場して気になったんですけどもまだその謎は解けないんでね、第1話を楽しみにしたいと思います。ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。